はい、お疲れ様です。元本光です。今回のお話なんですけど、都知事選に関するお話なんですけど、今回はですね、この3位だった蓮舫さんについて見ていこうかなと思うんですけど、まあ、今回蓮舫氏2位すら取れなくて、まあ、最終的に涙も流してるっていうような話で、そして戦隊幹部も何が原因かよくわからるっていうことで、なぜ蓮舫氏落ちたんだーっていう風なことがね、言われてるわけなんですけど、まあ 涙流してそしてねついに無職になったぞーっていうようなね話なわけなんですよねまぁ、あ、そして今回負けた原因っていうのがどう 考えても連邦氏だけじゃなくて支持者がやばすぎたからだろうっていうことで連邦氏やばい支持者のせいで負けてしまうっていうようなそんなお話なんですけどまあ連邦氏といえばフェミニスト界隈の人たちとも仲が良かったりするんでまあ、その人たちがね女性の票数なめんじゃねえぞっていうことでえ声上げてたんですけどただ女性票も全然集まってなかったみたいなんですよねまあ、ということで今回その件についてね見ていこうかなと思います元とのチャンネルでは時事ニュース のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでまず連邦氏ね3位になってしまったということでまさかの3位に涙もと船体幹部何が原因かよくわからないということで7日に投票された 東京都知事選は無所属現職の小池百合子氏の参戦が確実となった失意大全私の力不足に尽きるまさかの際に蓮舫氏は悔し涙を浮かべて語ったということでまあ、涙も流してるわけなんですがなんでサインなんだーみたいな感じで涙を流してるようなんですよねでまあ最終的にはねこういうことになりますよねそこ蓮舫が職業不定無職になったぞっていうことでまあ、この間議員を辞めてですね都知 次世に出てまあ、完全に負けてですね無職になってしまうっていう,ようなね話なんですよねまあ、それ涙するよねでねこの負けっていうのが支持者に足を引っ張られたせいだろうっていうのでネットは大炎上してるわけなんですよねまあ、その話が一つや二つとかじゃないんですよものすごくいっぱい事例があるんで今回それをねザクッと見ていこうと思うんですけどまあ、まずこの人言われててねパッと思いつく防観多県民的連邦の範囲だということで本人の嫌われようも相当だ 支持者左巻きや立憲、共産、社民、令和支持者が本人以上に嫌われてるっていうことで、まあ、応援してる人が嫌われてるから、まあ、それが敗因だろうってそして支持者の暴走を止められない蓮舫ステッカー春菜問題とかもあるんですよね、まあ、これ後で見ていこうと思うんですけど支持者が暴走しまくってたわけなんですよ今回の選挙期間中もね、まあ、そういったとこだろうっていうことで足を引っ張られたんじゃねえのかっていうふうにねこの人は言われてるんですよね,、まあ他の人もね 蓮舫候補の惨敗は本人の力不足に加えて応援団のメンツによるところも大きいと思いますということで応援団が悪いだろうって特に課題山積みの癖を顧みもせず支援を表明した岸本区長や都市計画道路に関する自身の悪質なデマを改めもせず連日マイクを握りしめた日本共産党原田冨らが蓮舫氏の足を相当に引っ張ったものと思われますと。応援団 がやべえから、まあ、その人たちが応援しているる人イコールやべえになるだろうううっていうよような話ですよねこれまで左翼の牙城とを目されてきた杉並区においてさえ3位に甘んじた蓮舫氏これから醜い責任のなすりつけ合いが始まると思います期待していますよっていうことで言われてるんですけど「応援団やべえ」っていうのが言われてたり、まあ、他にもねこういう話で都知事選で蓮舫さんを応援している北原みのり大椿福 福島、菱山、 石川、笛えの6人が出演し、草津町を誹謗中傷していた、今夜もフェミテレビ、第5回の YouTube がですね、なぜかこっそり削除される。ケスト増える法則を知らないバカらしいということで、まあ、社民党陣営とかだよね。まあ、今回蓮舫さんを応援している人たち。まあ、しかもフェミニストの人たちだよね。まあ、その人がですね、あの草津町長の冤罪の話、まあ、当時は草津町が悪いとかっていう声もあったわけですけど、結局、 間違っってた、た冤罪だったわけですよね、まあ、その時の草津町長を追い込んでいた、そんな動画をですね、しれっと削除してたわけなんですよね。まあ、謝罪とかするんではなく、まあ、その草津町長の冤罪の件については、元水もね、動画でお話してるんで、深くは喋らないですけど、女性の元町議がですね、町長からセクハラ話題のことされたーって声上げて、それにフェミニストが乗っかってたわけなんですけど、おい、町長はひどいやつだー 草津はセカンドレイプの街だみたいな無茶苦茶なことを言ってたんですけど、この、えー、セクハラの話そのものが嘘だったわけなんですよ。なのに、乗っかってたフェミニストの人たち、まあ、つまりさっきのね、この話をしてた人たちは、謝罪とかするんではなく、動画をしれっと削除してるだけなんですよ。まあ、そんなひどい人たちが応援しているということだけでも、もうこの話もね、ものすごい話題になってたんで、はわ、蓮星やべえやつじゃんってなってもおかしくないわけですよね。まあ、そしてですねさっきのこのこ北原実 っていうね、フェミニストの人はですねこんな記事も書いてたりするんですよ7月5日のものになるんですけど、えー、開票の前ね、ね都知事選の鍵は女性票だと思うぞってゆりこと蓮舫とリベラルの長を北原実ということで、まあ、この北原実氏が蓮舫氏を応援する立場として記事を書いてたりするわけなんですけどまあもういちいち読まないですけどまだゆらゆらしている女性票は決して少なくないはずだ女性票を甘く見てはいけないということで 決めては女性が入れるる投票だという,ふうに言ってるわけなんですよね、まあ、女性が誰を選ぶかで今回都知事が決まるぞーっていうことで意気込んでそして蓮舫氏だろうみたいな感じのね記事が挙げられてるわけなんですけどただね、まあ、最終的な結果でこんな感じで男性女性の比率っていうのも出てるわけなんですよねで女性の方に注目したいんですけどこの青いのが蓮舫氏で蓮舫氏の場合は男性も女性もトントンぐらいの比率 なわけなんですけど女性の票だけ見るとですね小池氏にボロ負けしてるんですよねなんなら男性の比率よりも女性の比率でボロ負けてるわけなんですよまあ、フェミニストの人たちは応援してるのかもしれないですけど一般的な女性はどちらかというと小池知事の方を選んでるということみたいなんですよねまあ、一般の女性が蓮舫氏を引いてるみたいなそんな状況になると思うんですけどまあそれはそうだよねっていうようなね動画とかもあるんですよね蓮舫支持者の ティックトックダンス。これ見た人が蓮舫に入れたくなると本気で思ってた認知が怖すぎるぞっていうことで、まあ、こんな動画上げてたんですよ。なんか、えー、ダンスというか、エンドユリコ音頭みたいなのを踊ってたみたいなんですけど、これ支持者ね。えー、こんな感じで、はぁ、都知事選ぶなら、もうユリコはエンド、エンドみたいな、<laughs> こんな動画上げてんだよ、支持者の人たち。いや、こういうのを見てね、動画で。 本当にあ小池百合子終わりだよしこの蓮舫さんに入れようぜみたいなそんな 気持ちになるかなっていう話ですよね内輪で嫌いなやつの悪口は楽しくて盛り上がるんだろうけど外から見たらきついってって小学生が替え歌でいじめてるみたいだぞっていうふうにね言われてるわけですねまあ票数とか見る限り一般の女性はこれ見ていやこれじゃないっていうふうにね判断したということですよねまあ他にも支持者がやべえことしてるっていう話があるわけなんですけどこちらですね連邦陣営普通に棒でぶっ叩いてますが犯罪なので捕まってほしい 共産党は言葉が通じないので近寄らない方がいいですということで街頭演説の時の話みたいなんですけど蓮舫、えー、陣営じゃない人がねこんな感じで動画を撮って。 言ってるんですけど後ろから連邦陣営、まあ、支持者の人たちから、えーとね、こ,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 こんな感じで叩かれたりしてるわけなんですよねえー、なんだこれみたいなねそんなひどいことをされてるということで、まあ、さっきのね人がこんな風に言ってるんですけど元動画見てみたのですが複数人に取り囲まれ棒で殴られた後の映像だったんですね切り抜きで印象操作の可能性があったので一部指示を見てみたのですがさらにひどかったです2回も棒でぶったたいてました早く捕まってほしいということで でまあ、切り抜きとかじゃなくて普通に蓮舫氏の支持者が棒で叩いてやべえことしてるとそういうこともしてたみたいなんですよね。 こんなな感じでなんか外がオラ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 ってでもうがっつり証拠とかも残ってるわけなんですよねまあそういうことしてたり他にもね元光もちょっと動画でお話ししたんですけど蓮舫やめろコールとかもあったわけですね振り返ればこの瞬間から蓮舫氏は急激に失速したと人の妨害をして困り果てた顔をしている相手陣営をせせら笑うような戦略に蓮舫支持者もドン引き SNS に乗って急速に拡大し蓮舫忌避の流れができてしま またということで、まあ、小池百合子氏の演説中に「やめろやめろ」って言って演説を妨害してたわけなんですよね。まあ、それはやり方として違うよね人の演説を邪魔するっていうのは、まあ、翼の塔とかと同じようなことをしてるわけだからそりゃこんな人たちが応援するんだったらちょっと蓮舫氏は応援できないやってなりますよね。ただの活動家の行動を支持者たちが取ってるわけなんですよ。まあ、こののようにですね知名度のある応援者だだったりだとか 自治者の人たちがむちゃくちゃな行動することによって連邦氏落とされたんじゃねえのかっていう風にね考える人が多いみたいなんですよねまあネットで見ててもそうだよねあまりにも非常識なことをやってるそういった応援者たちが多かったのは連邦氏なんじゃないのかなと思いますまあはっきりそれに答えるところもあるんですけどこれ連邦氏に対してね質問されてて東京都内に違法に貼られまくった R ステッカーの件を質問された連邦だということでこんな感じでね自分のステッカー作ってたんですで、ね、R の なんかロケット弾に見えるじゃねえかっていうふうにもね言われてたんですけど R っていう連邦ステッカーを作ってたんですけど支持者が至る所にこれを貼ってるわけなんですよいやいやそれはダメだろとなんか道端とかに落書きしている悪書きとかと一緒のようなことをしてるんだよ支持者が でまあ、それについてね蓮舫氏が質問されたわけですね。知らぬ存ぜぬと通す気の模様。俺も蓮舫が R ステッカーを貼るように指示したとは思わないが蓮舫の指示者の質が悪すぎる。やる気のありすぎる無能な味方に足引っ張られててくさーっていうことで、まあ、このそのことについてね、まあ、知らないよ私は別に指示してないっていうことだけみたいなんですよ。まあ、本来良識のある人だったら今すぐやめてくださいというふうに自分 支持者に向かって言うべきだと思うんですけど、まあ、そういうこともしないわけなんですよね。 まあ本人にも問題あると思いますけど支持者が過激すぎるんだよっていうことでね、まあ、足引っ張られてるということなわけなんですよ、まあ、こういういろんな話見てると支持者によって落とされたと言っても過言ではないよねでまあ、えー、こんな感じのねニュースも上がってるんですけど蓮舫大敗に立憲衝撃とか言われるが、まあ、こんなね、えー、記事が上がってたわけなんですよ、えー、これ蓮舫大敗立憲衝撃信じられないと共産との連携裏目かという 記事が上が上ってたんですけどそもろそも論といえばえ蓮舫さんの得票した128万票って2016年の都知事選で鳥越俊太郎氏の134万票とほぼ同じで野党連合の実力ってこんなものではってだけなんだよなーって事故の実力はもっとあると過信する方がやばいのではっていうふうに、ね、言われてるんですけどまあ今回立 県民主党ではなく無所属として出てましたけど結局まあ、この人たちが後ろ盾してるっていうような状態ですからね立憲から出てんのと変わんないですからねまあ、そうしたイメージ、えー、悪い方に裏目に出てるって言わねそんな話ですよねまあ、他にも色々言われてるんですけど証明当てててカメラマンが撮影して弱気な自分ってって連邦は信用ならない証拠だなーっていう風にね言われてるんですけど自分でこんな投稿してたんですよただいま弱気な自分を癒してくれてありがとうっていうことで まあ、ペットの犬なのか、それを抱きかかえてる写真があるんですけど、この写真誰が撮ったんだよって話ですからね。まあ、そして、まあ、フェミニスト界隈とかそうなんですけど、まあ、私頑張ってるアピール、大変だけど頑張ってるんだよみたいなのね、そういうアピールが多いですよね。いやいや、政治家として戦うってそういうことだろうって話だと思うんですけど、まあ、こうした様子がね、突っ込まれていたりだとか、他にもね、現役世代、連合嫌いすぎるだろうっていうことが言われてて、えー、こんな感じでね、 え10代20代30代のところに注目すると、まあ、蓮舫氏の票がね明らかに少ないんですよね、まあ、稼いでるのはここら辺607080代以上の票数の割合とかだったら蓮舫氏多いんですけど10代20代30代じゃめっちゃ少ねえじゃんっていうのがね言われてたりもするんですよね、まあ、支持者を含めやばい人たちといかに思われているかというそういう証明になりますよね特に若い世代にとかね他にはえ東京都知事選の 開票速報蓮舫3位でこのの映像を流すのーっていうことで、まあ、過去にこういうこと言ってたんですよね。2位じゃダメなんでしょうかーって。まあ、逆にね、まあ、今回、蓮舫氏2位になって、えー、このセリフ、ブーメラン来るんじゃねえのかーって言われてたわけなんですけど、2位にすらなれなかったっていうことでね、涙してたわけなんですよね。まあ、そして、他の人にも言われてるんですけど、2位じゃダメなんでしょうかっていう名言とかで蓮舫氏言ったことあるんですけど、他にもね、玉城く君、男が泣くなーっていうようなね、そんな名言 名言というかな。まあ、過去に言ってた話ですね。蓮舫全部無名になって帰ってくるのが面白いっていうことで、実際自分もサインになって涙流すって、同じことやってんじゃんっていうような話になるわけですよね。まあ、それとも女が泣くのはいいよみたいな、そういう発想なのかな。まあ、とにかく蓮舫氏、支持者の人たちに足引っ張られてしまうっていうようなね、そして無事無職になってしまうというような、そんなお話でした。皆さんの意見も、ね、ぜひお聞かせいいたただけたらなと思います 元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました